ここ坂の上の雲ミュージアム、松山の魅力を発信するメンバーが集結。大好き松山、竹所、白い雲。いい天気、気持ちいい。ん？油断は禁物じゃ。油断？そうです、もうすぐ大雨や台風の季節になります。その前に自宅周辺の災害リスクや避難行動を確認しておきましょう。はい、大雨や台風などの災害に備え避難行動を再確認。近年全国各地で水害が多発しています。大雨が降ればこの石手川も氾濫するかもしれません。これは石手川が氾濫した場合の洪水を想定したハザードマップです。洪水の危険度を示した地図じゃぞ。色がついているところが浸水の恐れがあるところです。色が濃いほど浸水が深く想定されています。もっちゃんスタジアムのところ色がすごく濃いですね。松山中央公園は市内でも浸水のリスクが高いと想定されていて、3から5メートルの浸水が想定されています。ハザードマップを見て自分が住む場所の災害リスクを知って、もしもの時にはどういうタイミングでどういう避難行動を取るのか確認しておきましょう。家がある場所に色が塗られていなければ屋内待機、色が塗られていたら避難が必要です。ただし家屋倒壊の危険がなく想定されている浸水より高い位置に移動できるなら、その場での垂直避難も選択肢に入ります。避難に時間がかかる高齢者の方などは警戒レベル3で避難開始、そうでない方も警戒レベル4で避難を開始してください。避難先は避難所だけではありません。まずは安全な親戚や知人宅への避難を考えましょう。日頃から相談しておくことが大切ですね。防災リュックも日頃から準備しておくことが大切です。感染症の予防や体調管理のためにマスクやアルコール消毒液、体温計なども準備しておきましょう。しっかり考えましょう。はい、事前の確認、事前の備えが大事なんですね。ハイト松山俳句ポスト365、今週ご紹介する優秀作品は、坊主なり皮脂を次郎に口伝して。坊主とは二十四節気の一つで、他の神様を招く神事とも関係しています。皮脂とは他の神を迎えるための祝詞でしょうか。代々親から子へ伝えられる、口伝される皮脂を今年は次郎に伝えているんです。次郎は次男の名では、一家の跡継ぎであるはずの太郎はどうしたのか、一家の物語があれこれ想像されてなりません。次郎、なんで次郎なのって一瞬思うんですが、まあ農家の跡継ぎのつもりだった太郎が亡くなってしまうなんていうことも一つあるでしょうし、太郎が家出したとかね、もういろいろあると思うんです。農家継ぎたくないと言い出したとかね。この句の面白さというのは、次郎に口伝するというこの言い方だけで一句の中に物語、ドラマが生まれてくる。俳句をドラマにするための小さな仕掛けがこの次郎という名前の選択にある。これも俳句のヒントとしていかがですか。坂の上の雲フィールドミュージアム、今週の松山の宝は道後温泉からお届けします。一層庵は自由律俳人種田三等家の終焉の地です。我が居よりは三幸山裾にうずくまり、お宮とお寺とに抱かれている。昭和15年10月11日に永眠、59歳でした。